はい、こんにちは、カイデンと申します。ドキュメンタリー制作に携わる身として、撮影や編集について、ざっくばらんに話していこうと思います。はい、といったところで今日はちょっとサクッといこうかなと思うんですけども、僕ちょっととある集落のお祭りにちょっとお邪魔して、撮影させてもらって、それをこう一個の映像に取りまとめるというようなことをさせてもらっていて、それが2023年、去年ですねに撮ったものがちょっと仕上がって、まだちょっと公開とかはしてないんですけど、まあそれとは別にというか、その集落の2022年のお祭りにも同じようにお邪魔して、同じようにちょっとまとめさせてもらったんですけど、ちょっとこの前その2022年の方の映像をちょっと不意に見た時に、あー結構こってりグレーディングしてるんだなーっていうふうに思ったっていうちょっとお話なんですけど、まあそのグレーディングっていうのが、まあ映像のその色とか明るさとかをこう調整するっていうようなことで、まあそのね、撮った映像をこう自分なりにこういう風に表現したいよっていうようなことをする工程なんですけど、まあそれがですね、なかなか結構こうドラマチックにというか、かなりがっつりこうグレーディングされていて、あーこんなにしてたんだっていう風に。で今はもうちょっとねナチュラルにというか、自然な感じで、そこまでこういろいろこうこねくり回してこうのどうのこうのっていうわけじゃなくっていう風にやっていて、まあそういう意識は自分の中でもあって、もうちょっとこうナチュラルにしていこうというような意識はあったんですけど、いやーそれにしても結構この落差すげえなーっていう風に思ったっていうお話で、でちょっと前にシンゴジラのちょっとお話をして、そのなんていうんですか、いい芝居の上にこう字幕がちょっと乗ることによって、その芝居の良さがね、その字幕の方にちょっと意識がいってしまって、まあその映像が持つ本来の力みたいなのがなんか発揮されにくいんじゃないかなみたいな話をしたんですけどなんかこういうようなことがグレーディングにも起こってるんじゃないかなっていうようなことを思ったっていうお話なんですけど、まあね、これわかんないです。ドキュメンタリーだからこそちょっと、起こり得ることなのかなとも思うんですけど、まあドキュメンタリーってね、その場のそのリアルというか、そこで起こっているこういうことがあるんだよとか、そのね、まあ、まさにリアルですよね。そういうのを伝えたいっていうような要素が多いと思うんですけど、そこにですね、作り込まれた、なんていうんですか、ドラマチックな、そういうね、色を乗せると、いかがなものかなというふうにちょっと思いまして、そもそもグレーディングいるのかなっていうことすらちょっと、それを見てちょっと思ったっていうところなんですけど、まあこれも難しいですよね。またまた答えがないような話をしてるんですけど、なんかね、まあ今はちょっとそこまで作り込まずナチュラルな方向に振ってるんですけど、まあそれくらいでいいのかな、もしくはもうちょっと本当に生な感じの絵作りの方がいいのかなと、まあ、僕自体がその結構ね、やっていく段階でどうしてもそのこってりこってりな方がまあ好きなんでしょうね、自分がそっちに行ってしまうんですよね。でまあ他の他の方の作品とか見ると、ああこういうあっさりな風味いいなとか、ああこういういい意味でこうしらっちゃけたような感じ、ああすごいいいなぁと思うんですけど、でそういうの取り入れてみようとも思うんですけど、これがなかなかですねやっぱ自分のこの趣味思考というのは根強くこう自分の中にあるんだなぁっていうのを、そういうのをねやるたびに思うんですけど、なかなかちょっとそっちの方に、まあ技術がないっていうのもあるのかな、まあまあ改めてちょっとグレーディングを勉強しなきゃなとも思うんですけど、まあ完全に独学のみでやってきているので、そういうねテキストとかね、マニュアルとか講座とか受けたことないですし、ほ
当に感覚だけでやってきてしまっているので、まあこれは良くないなと改めて思って、まあちょっと勉強しなきゃなんで、勉強した上でそういういろんな手法を取り入れて、何がこのドキュメンタリーのグレーディングに一番マッチするのかなっていうのを、ちょっと改めてちょっと追求していかなきゃいけないなというふうに、思ったっていう、その過去の自分のそういうこってりこってりの、作品を見て、ちょっと思ったっていう、僕がねあのこの佐渡に移住する前はその東京にいて、ポストプロダクションっていうそういう会社に勤めていて、主にそのテレビドラマの、編集というかその仕上げの工程ですね、編集してきたものが上がってきて、それを最終的なあの納品というかテレビ局に納品するところまで持ってくっていうような仕事をしてたんですけど、まあその工程にまあそのいわゆるそのグレーディング、まあカラコレも入っていて、まあやってたんですけど、まあそこではね、まあテレビドラマっていうくらいなんで、まあ結構まあそれこそがっつりあの世界観作り込んでやるっていうようなことをやっていて、まあそのね、あのなんていうんですか、フレーバーがそのまだ残ってたんでしょうね、その2022年のあの映像の時には。まだその、いつ移住してきたんだ、その年に2022年に移住してきたんだとなってるかな、まあそうですね、なんでちょっとその成分が残ったあのグレーディングだったっていう、まあね、そのだからそのなんだ東京のポストプロダクションの会社で、そうやってね、そういうガチのカメラマンさんとこう、基本そういうグレーディングって僕がそういうなんていうんですか、その時のエディターがいじるっていうよりは、その制作のカメラマンさんが横にこう立ってですね、立ってというか横にいてですね、でその人の指示でこういろいろするっていう、なんでまあ完全にエディターっていうよりはエンジニアみたいな感じで働いていて、まあそのカメラマンとかまあ監督さんだったりする場合もあるんですけど、の意見を吸い取ってそれを具現化するっていうような仕事だったんで、まあ僕のクリエイティブだったっていうわけではないんですけど、やっぱそうやってね、そういうような指示をいただいてやる中で、まあ言うてもね、そのやっぱやるのは僕っていうかその人なのでね、その人っぽくなってしまうっていうのはやっぱりあると思うんですけど、そこでなんか形成されていった僕なりのそのグレーディングっていうのがこってりこってりの方だったんでしょうね、やっぱりその個性っていうのはあるんでしょうね、やっぱね感性っていうのはあって、何がいい何が綺麗何が美しいっていうのはね、その人の中にあるものであって、まあこれを変える必要もないんでしょうけど、まあでもいろんなそのね、手法とか、ね、見え方っていうのを知っとくっていうのは必要ですし、なんかね、昨日の話かな、もうそうですけど、なんかまだまだそういう表現者としては、まだまだそのね、こう、途中だな、途中というかね、未熟というか、まだゴリ夢中の中にいて、全然まだたどり着けてなくて、まあだからこそね、まあやっていく価値はあるかなというふうにも思うんですけど、まあ頑張っていかなきゃなというなんか最近あれですよね、この動画の締めがやっていかなきゃなみたいな感じで終わるのが多くて、まあでもそうやってね、こうやってお話しすることでやってかなきゃなーってなるのはいいことかなとも思うので、まあね、グレーディングに関してはちょっと自分もね結構こだわってきていて、自分の中のそのなんかメインの、これはちょっと負けたくないなーっていう部分ではあるので、ちょっとね考えていこうかなと思います。はい、またまた難しいですね、こればっかりはね。例えばね、その MV とかだったらその絵が命ですからね、
それはこだわるべきだし、まあ映画とかもまあどうだろうな、そうなんでしょうけどね。ドキュメンタリーね難しいですね。といったお話でした。はい、それでは。